はい、こんにちは、勝弘です。今日はですね、iPhone XS の、お話をしたいと思います。ですね、iPhone XS の、まあ、XS じゃなくてもあると思うんですけど、まあ、保護ガラスの話なんですけど、今僕これ、貼ってないように見えると思うんですけど、まあ、保護ガラスを貼ってあるんですけど、まあ、保護ガラスって大きく分けると、まあ、前面を、保護するタイプと、あとここのノッチですよね。ノッチの部分を、まあ、避けるタイプがあると思うんですけど、まあ、僕はいつも昔から、前面を、保護するタイプを貼ってるんですけど、まあ、セブンの時とかも前面を保護するタイプを、貼ってるんですけど、ですね、セブンの時はそうでもなかったんですけど、僕これでも、今貼ってるのも3社ぐらいのガラスを試してみたんですけど、一つはですね、まあ電気屋さんで買ってきて、まあケースに干渉しないって書いてあったんですけど、まあバッチリケースに干渉しちゃって、まあ全然使い物にならなかったんですけど、今貼ってるのはですね、まあ Amazon で買った、まあお店で買ったやつより全然安い800円以下ぐらいで買える保護ガラスなんですけど、まあこれはもう、まあ今ここにアップルのケースがあるんですけど、まあこの通り、まあケースをはめてもまあ全く干渉がなくて、まあケースをはめるとまあこの際の隙間が全くなくてぴったりになるんですよね。まあいつも毎回こういうタイプを選んでるんですけど、でまあ操作性も、全然問題なく、まあスルスルと、使えるようになってますね。まあ 3D タッチも全然問題なく使えるし、まあ使用感も全然すごく良くて、まあケースに干渉もしないので、すごいいい保護ガラスだと思いますね。あと表面もすごいツルツルで、まあ指紋もほぼつかないような感じで、この防指紋効果がまあどのくらい続くかわからないんですけど、まあしばらくは使えると思うんですよね。でですね、今僕が貼ってるのは、この吉川雄品っていう、名前のやつなんですけど、まあ Amazon でたまたま探してたら、まあこの大体の商品は英語で書いてあると思うんですけど、まあ、この漢字で書いてあるのがちょっと、まあ目について、まあ、買ってみたんですよね。でその前に貼ったやつがこちらも、こちらも漢字で書いてあるんですけど、宝生富士っていう、まあ、名前の保護ガラスなんですけど、どうもこれ中身がほぼ同じような感じで、まあ、両方ガイドがついてて、まあ、一ゲームは、まあ、誰でも、まあ、できるタイプになってるんですよね。で、この、吉川雄品という方は、中を開けると、まあ、こういうガイドがついてて、これを iPhone にはめて、ガラスをその上から、はめれば、まあ、位置がずれないように貼れるっていうタイプなんですね。で、まだこれ1枚残ってるんですけど、ですね、これがちょっと謎なんですけど、一応 Amazon の説明のところとか、こちらのパッケージにも、まあ、ガラスは1枚しか入ってないはずだったんだけど、まあ、2枚貼ってたんですよね。で、まあ、あとよくある、まあ、そのガラスを貼る前に、掃除する乾いたやつ、濡れたやつがクリーナーが入ってると思うんですけど、それは、どうも1セットしか入ってなかったので、まあこのもう1個、まあ予備を貼るときはまた別途用意しないとダメみたいですね。でこっちの宝生富士の方はこれもガイドが全く同じものが入ってて、まあガラスは1枚しか入ってなかったんですけど、こっちも質感的にはもうすごい良くて、この吉川雄品の方と全く、まあ、クオリティは同じようなもんなんですけど、まあ、単純にこっちは、予備の1枚が入ってるので若干お得な感じなんですよね。的にも900円をちょっと切るぐらいで買えるので、
まあすごい安くてお店で買うよりは全然いいですね。まあお店で買うやつとクオリティも全然変わらないので、お値段がこっちの方が全然安いので、まあ半分か、まあ店で量販店とかで買うといいやつだと3000円ぐらいすると思うんですけど、まあこちら1000円も切ってるので、まあこれで1年持てば全然かなりコスパがいい保護ガラスになると思いますね。で、大体この全面を覆うタイプで、まあケースもつけたいっていう人だと、多分このケースに干渉するっていうのはすごく気になると思うんですけど、まあどちらとも、今2つ紹介したやつは両方ともケースに干渉しないので、これは今アップル純正のケースつけてるんですけど、このケースに干渉しないってことは、まあほとんどのケースに、まあ干渉しないと思うんですよね。よっぽどごついケースじゃない限り、まあまずまず干渉しないと思うので、で操作性もすごいいいし、貼るのも1ギメが、すごく簡単に貼れるので、まあすごく、まあ何枚か僕試したので、3種類か4種類ぐらいかな、まあ動画にはしてないんですけど、まあ試した中で、まあこの2つがすごい良かったので、まあ紹介してみました。まあ貼り方はですね、まあよくあるのと同じで、まあ画面を掃除して綺麗にして、まあ埃を取って、まあこのガイドをはめて、ただ上からガラスをはめるだけなので、まあ位置もぴったり、貼れてるのでずれることはないので、まあケースに干渉することはまずまずないですね。まあ少なくともこのアップルのケースとは干渉しないので、まあ一度、試してみてください。一応貼れたら下に Amazon のリンク貼っときます。まあ検索すれば、Amazon で検索すれば出てくると思うので、まあよかったらチェックしてみてください。今日は、iPhone XS の、吉川優品という、まあ保護ガラスの紹介でした。あとこの動画が面白くても面白くなくてもグッドボタンをお願いします。あとよかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ではまたねー。